そろそろ本題の方に入ろうかなと思います。まあ、また戻るんですけどね、この研究で戻るかな、はいはい、そうそうそう。で、まあちょっとまた今年度入って、ラジオのこの番組自体のコンセプトは変わらないんですけど、まあ、毎週になったりとかいろいろ変わっているので、もう一度このラジオのコンセプトをちょっとエリック先生の方から説明してもらおうかなと思います、うん、どうぞ。 So, タイトルは Laboratory Cafe。 Laboratory Cafe、はい、な、Laboratory の意味は研究室、研究室、うん、カフェみんな分かると思いますけどね、はい、でも私と加藤先生と、はい、コマンさんは今言えないですけど、うん、卒業しまった、はい、言えないですけど、まあ悲しい限りですね、雰囲気がちょっと変化しますですけど、はい、でもその研究室で、うん、とあのカフェの雰囲気どっちも合わせて、うん、なんか最近の研究とか、うん、大学の勉強とか、うん、あの最近のニュースとかそのことを詳しく歩くてコーヒー飲みながら、うん、歩くてあの深くではないですけど、なんか明るい明るい感じで、うん、明るくてダメですか、明るくて大丈夫ですよ、うん、それであのあの研究その話しましょうのテーマですけども、はい、でも私と加藤先生がなんか違うの専門ですけども、はい、あのその専門の中には私いろいろキーワード決めて毎週、はい、なんかそのキーワード、その専門の中にそのキーワードを紹介して、うん、それぞれを話すの予定ですけども、私の専門は教育とニューメディアとか、はい、あの技術とかコンピューターとかソフトとか、うんうん、基本的には教育のことですけど、うん、先生は？僕はまあまあマーケティングだったり、まあ、地域科学ってちょっと言ってますけど、まあ、地域をまあ科学するというそういうようなテーマで一応やってるので、その辺のものをキーワードを一つこうピックアップすることによって10分程度ですけどね、分かりやすくこう説明していきたけしていければなと思ってます。そうですね、あの私の専門の関係でなんかチビのなんか勉強させてとか、自分の大学のなんか最近教えるのことも、はい、地域にもそのこともシェアしたいのコンセプトですね、うん、そうですね。じゃあ、そういう形で、まあ、今年度はやっていこうかなと思っていますので、よろしくお願いします。で今回は、まあ、第1回目先週と今回は、まあ、パーソナリティ、まあ、2人エリック先生と、まあ、僕がやってるの で、うん、でね、なんかいつも通りではないですね今回です。そうですね、 いつもは、今後はそういった形でキーワードを1つ取ってそれぞれ あの専門分野を分かりやすく説明していくっていうのをコンセプトにやっていくんですけど、まあ、今回は人物紹介ということで、うん、前回はエリック先生、うん、で今回はまあ僕の紹介ということで、前回は結構ねずっとあもっと話したいこといっぱいありましたもんね。あ、まあそれはよくあるはずです、うん、なんか、うん、その まだ話したいとかそのこともありますですけど、うん、まあ基本的にはなんでその専門あります、なんでその情報をシェアしたいとか、うん、みんな分かるように自分のことを紹介しましたですけど、うん、そ今日は先生のことも、そうですね、いろいろ歴史をシェアしてくれれば幸いだと思いますけど、ね、いや僕もこの、まあ、今回あの大学の方で教員紹介一覧を作ってもらったので、最近作ったあのパンフレットの話ですね。そうです、でここで基本的な情報は見れるわけです。で自己 PR の中でいろいろ書いてるんですけど、まあ、僕大学卒業してからは、まあ、ちょっと船の方に乗って仕事したりもしてたわけですよ。でそこで、まあ、ペルシャ湾って分かります？英語でなんて言うんですか？ペルシャ湾。ペルシャ湾、うん、うん、あんまり英語で聞かないな。ペルシャ湾って英語でなんて言うのかな。湾はハーバー、うん、なんとかベイとかなんとかハーバー。ペルシャ、ですね、 UAE とか分かりますか？あ、イランとかペルシャンゴルフ。そう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 、ペルシャンゴルフということです。えペルシャンゴルフ、ゴルフはワン、あのワンがいろいろ英語の言葉ありますけど、例えばミヤズワンはミヤズベイのことです、はい、ありますけど、あのハーバーもあります、船よく使うのことがハーバー、うん、それも日本語訳したらワンですけど、うん、でもゴルフもすごく大きいなことがゴルフのことですけど、パーシャンゴルフということは、あのサウディアラビア
アイラク、はい、あとアフガニスタンです、はいはい、あの座ってるのことですね、はい、あの辺です。あの辺に行ってまあ何ヶ月か行ったこともあって、でそれがまあ初海外で、まあ、日本戻ってきて、それから、いろんな国が回りたいということで、まあ、2年で期間を決めて、うん、でその間に回れるだけ一応回ったわけです。で それは素晴らしい、すごく素晴らしい。そうですか、素晴らしいの言葉は足りないだと思います、うん、羨ましいでしょ。 すごいのかあのそれやってる人はすごく珍しいですよ、うん、これね、ただね珍しいのはあの2年ぐらい旅行してる人は結構いるんですよ。特にはヨーロッパ、うん、バックパッカーズという文化がありますから、ありますからね、アメリカはそんなことあまりないですけど、うん、オーストラリアの人とかも結構回ってし、うん、イギリスとかね、うん、あのイギリス、ドイツか、ドイツの人も結構いる。大学卒業と仕事の生活の始まる前に、その間になんか最後の遊びの旅行と旅と半年ぐらいでね、うん、やってる人結構会いましたし、ただ、うん、まあ、長期旅行で2年ぐらいっていうのも多いんですけど、僕はちょっと変わってるのが、これ本当に変わってるなって終わってから分かったんですけど2年間終わってから終わってから途中で気づいたんですけどね、2年間で回れるだけ回ろうと国をね、うん、思ったから100ちょっと回ったんですよ、 国と地域を100ちょっと。そうすると1週間で1カ国回らなきゃいけないんですよ、うん、でずっと回り続けとったんですよ。あんまりいないんですよ2年間で100って、うん、だからあのちょっと勘違いされるのは2年あの海外旅行行ってるから、はい、こうなんかのんびりした人みたいな、はいはい、私そのタイプです。タイプでしょ、なんかちょっと観光地にとか、うんうんうん、バカンスで長期滞在するっていう、 それはあの旅行のやり方ですね、うん、あの日本の方はよく見えるんですけど、はい、詳しくスケジュール決めて、ね、なんか、はい、旗の持ってる人が追いして、はい、なんすぐバス出て、うん、5分後絶対バス戻ってとか、そう私大嫌いですけど、うん、バケンスがあの臨機応変自分のペースしたいですね。で僕もその観光地本当にね、今観光あの専門分野にも知ってるところはあるんですけど、観光地が全然興味がなくて、おいおい本当に、うん、で何が興味があるかっていうと、 2年間ずっと回ってて分かったのは街なんですよ、街。うん、そのね、別にその街の下町の雰囲気がいいとかそういうんじゃなくて、とりあえず見てみたいなと思う、いろんな、うん、でやっぱり変わったところいっぱいあってね、ただ普通なんですよ、観光地じゃないんですよ、うん、普通の町なんですけど、うん、都市なんですけど、うん、はいはい、変わってるところが本当に、例えばエルサレムなんて先生多分知ってると思うんですけど、うん、イスラエルのエルサレムってあるんですけど、はいはいはい、あそこはもう町自体がね、うん、変わってるでしょ、変わってるって怒られちゃうんですけど、キリスト教、ユダヤ教、うん、イスラム教が全部混じってる、はい、混ざって、そういう地域もあれば、本当にアフリカのね、うん、何もない街があるわけですよ、はいはい、本当にあのどこだったかな、西アフリカの方を旅してた時は冷たい水が飲みたかったんですよ、冷たい水が。絶対ないでしょ、ないんですよ絶対ない、ね、どんな第二都市ぐらいですよ、ブルキナファスとかそんなところで。でね、水がどこにあったかというと、ガソリンスタンドの併設されてるなんか品質のコンビニみたいなところにようやくあって、でようやく飲めたとかね、あそういうところもあれば、まあね、アメリカだったらね、ニューヨークみたいなところもあれば、うん、ロサンゼルスみたいなところもあるし、うん、かといってちょっとね、街の外の方行ったらすごい、うん、こう本当に砂漠、アリゾナなんかは多分砂漠やと思うんですけど、はいはい、いろんな、うん、ただそういうのが見たかってね。ただそういう景色もそうだったけどなんですけど、まあ、ここにも書いてるんです、あの教員紹介のところで、あの最近印刷の教員紹介パンフレット大学の、ね、そうですね、はい、ここにも、書いてないかな、自分のプロフィールの読みますか何回も書いてあったんだけど、
そうここでその結局文化だったり景観の違いがねアラブの方で衝撃的であったから、まあ、いろんなところを回ってみたわけですけど、やっぱアラブはね変わってますよ。変わってるって言い方はちょっと誤解を生むかもしれないんですけど、やっぱりちょっと文化が違う。そうですね、あの、うん、疑問ですけど、うん、一人でやってますですね、いろいろ国に、はいはいはい、行きますですけど、はい、アメリカ人その特に パルジャ湾に行くの時では、はい、すごく勇気がはいはいはいいりますね。持ってないと絶対、はい、いけないですけど、はい、あの危ないとかあの安心ではないけど、うん、一人でなんかあとあの 100の国いたら詳しく行き方法が作れないですね、はい、そうですね。なんか よく私のイメージ日本人の旅行のイメージが、はい、詳しく料亭がないとか安心もありますけど、はい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 、あのそれもどっちも勇気が必要ですけど、なんかやる気が強く勇気がないとか いけないと思いますけど、それでなんか考えてましたか、その危ない、いや行けなくていい、怖かったですよ、怖かったでも今まで行きましたでしょ行ったんですけど、結局あの最初はブラジルからその、ね、あのペルシャ湾沿岸の国が終わって日本帰ってきて、最初の国がブラジルやったわけです。で、まあ、アメリカ大陸半年ぐらいこう回って、でその次に行ったのが、まあ、キューバとかも行ってるんですけど、でも基本的にポルトガル語とスペイン語と英語なんですよ、うん、まあ、フランス語とかはちょっとあるんですけど、うん、基本的にこれでしょ、アルファベットでしょ、イタリア語も、はい、あるちょっとあるかな、でドイツの言葉使ってるところもちょっとあるんですけど、で基本的にアルファベットでしょ、うんうんうん、でね、それ終わって、サンフランシスコから韓国経由でタイっていうチケット買って、うん、韓国に2週間ぐらいトランジットしたわけですよ。そしたらね、ハングルでしょ、うんうんうん、あのパニクっちゃってねいや本当に、あ、だから普通日本から韓国行くのって行くじゃないですか、でも日本語もできると思います。でもね、いやちょっと怖かったな。あ、だから簡単なんか結構難易度が、難易度って言い方しちゃあれなんですけど、簡単に行けるような国でも今までの文化圏と全く違うところってすごい怖いんですよ。それ感じたのはもう一つあって、そのアラブの方向回っとったわけです。で次に、その G も全然違いますね。そうそう、全然違うんですけど、そこに慣れるわけですよ。一国に変わるぐらいは文化圏が一緒だったらあんまり変わらないから、だから慣れてきて、レバノンってわかります？レバノンから、アテネに行ったわけですよ。本当は船で行きたかったんですけど、なんかあのレバノンでこう絵描きながら、船の絵描きながら探したんですけど、ないんですよ多分どっかにあるとは思うんですけどね、で見つからんかって、言葉の字がなんか似てるの字がどこかありますか、詳しく。あと船の絵描いてこうやってピューって描いた、あのロードストとか行きたかったんで、こうねやりたかったんですけど、ダメで、あ、そうだ、キプロスっていう、サイプロス英語だと、はいはい、サイプロス、はい、あそこは、あそこ経由のアテネ行きの、飛行機買って入った時もギリシャやから簡単、なんか簡単に行けるイメージするじゃないですか。でも全然そうじゃなくて、今度はアラブの文化圏からヨーロッパの文化圏になった瞬間にここなんですよおろおろしちゃって、システムが全然違うから、お金を払い方もわからないし、でバス乗ってもなんかよくわからないし、そう、バス乗ることでも怖い、怖い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 、その経験のおかげで、はい、あの日本では、あのいろいろの観光客の、はい、なんか経験がないとかよく理解してくれて、はいはい、ちゃんとおもてなしできると思いますけど、そうですね、いや困ってるなっていうのは分かりますよね、うん、あと一個はそのただあのあれなのがね、話をかけられるじゃないですか、ああ他の言語で、はいはい、はい、まあ、違う国とか行って、はい、そうすると必ず僕は後ろ振り返ったり警戒するわけですよあのまあ、いろいろあったんで、あの違うところでもいろいろ喋ってるんで、まあ、ここちょっと時間がないんでね、話さないですけど、いろいろあって、だから日本で外国の方がこういろいろ困ってるでしょ、その時こっちから声かけるのは全然いいんですよ。でも向こうからあの質問されるとすごい警戒しますよ後ろとかにいるんじゃないかなとか、それはもうね身についちゃってるんですよ。
でも文化的にはそれこそ適当だと思いますけど、はい、時々 あの国が入ってるのアメリカで多分知らない人声かけるの可能性が高いだと思いますけど、うん、アメリカに住んでる人が他の人に、そうですね、うん、知らない人と時々こなんかコメントか声かけるのこともあります、はい、なんかバス乗ってる時とか、そうですね、まあそれはもう全然あの気にならないですけどね、うん、まあそんなんをまあ大学卒業してまあ仕事してその後に2年ぐらいやって、でまあ帰ってきて日本に、でまあ街とか好きだったんで、まあその建築とか建物とかも好きだったんで、まあそっちの方の学校より行きながらまあ仕事もしてたりして、でそのまま大学院、まあ、自分でちょっとね本当に会社を経営しようかなと思ってたんで、まあ、経営学の先生チャレンジャーですね。え、そうですか。じゃあお金がないんですよ貧乏チャレンジャーそうそう、仕事しなきゃいけないからだからまあ大学院行きながら、まあ、修士でドクターで、まあ、ドクターはようやく去年終わったんですけど、でやってる間にまあちょっとだドクターの自分の指導教授の知り合いとかで、うん、まあ、整備大学の方に来て、最近博士できましたですね、うん、そうですね、ありがとうございます、こちらこそ、まあ、エッグですけどね、卵ですけどね卵本当に、まあ、そういう感じで、大学教員を、だから僕の場合はそのエリック先生は見ててすごいなって思うのは、中学生とか小学生にもこう教えてたでしょ。 ありますね、うん、あの宮津で、はい、あの5年間ぐらいで順番に怖がってるじゃないですか、高校生にも教え、はいはいはい、大学生にも教え、はいはいはい、だから幼稚園も関係ある、あの経験もあります、全部、うん、だからねやっぱり慣れてるなってな見てて思いますね。だから教育のことでも国際的には先生もいろいろ国がありますけど、でもね教育にこと教育に関して言うと、うん、自分は学びたいとか知りたいっていうのは強、うん、まあ、多分強い方だと思うんですけど、それを人に教えるって技術の教育、は受けてないんですよね、うん、だから、まあ、初め赴任して初めぐらいに、まあ、先生と僕同い年ですからね、うん、あの先生から今いろいろ教育のことについてはいろいろ聞きながら、うんうんうん、やってますけど、まあ、ちょっと、ね、そっちの方はなかなか未熟ですよねなので、でも先生の教え方は、はい、あの学生が合わせると思います最近の、うん、あのでも私たちの授業を教えるのかこともありますね、2人の授業担当することもありますね。でもそれはちょっと長いの話、一緒になんか今のいろいろ国やってます、はい、2人であの学生10人とか他の国の行く話もあります。それそうか、初年度に確か来て3年前かな、僕が赴任してすぐの1年目の時にインターンシップでグアム来ましたね、うん、先生と、うん、グアム、はい、でグアム大学行ったりしていろいろやりましたけど、大変でしたねあれ。大変けど、うん、まあ何でも大変ではないとか、あのいい経験で作れないとか、覚えてないのことだと思いますけど。そうか、大変だから覚えてるんですね。でも簡単すぎだからあまり意味ないだと思いますね、そうですね、私の意見ですけど。いろいろやりましたもんね行って、うん、なんかそれは私たちの最初のなんていう授業やってます、うん、まあ授業というかプロジェクトでしたよね、学生を連れてってあの体験させて帰ってくるっていう、うん、まあ、ファーストプロジェクトだったわけですけど、はい、でも先生の、はい、なんかいろいろ国に行ってるの経験あるし、はい、なんかビジネスの経験もあるし、うん、そのことを合わせてその番組で、うん、なんかあのそのテーマでマーケティングとか、うん、あの観光も、はい、あの中でそれぞれのキーワードを紹介して、うん、詳しくおちびく話しましょうの感じがありますね。そうですね、そういった形でまあ来週以降やっていこうかなと思います。よろぴくよろぴくお願いします。ではそれでは、今回は僕の、私の、人物紹介中心にお送りしました。